本日はお集まりいただきありがとうございました。またYouTube をご覧になっての市民の方々にも定例記者会見のメッセージをお伝えしたいと思います。まず最初は、熊本県および、大分県に起きた地震の発災後の本市の対応でございます。たくさんの方々が、被害を受けられた、お亡くなりになられた方もおられます。合わせまして、お悔やみと、そしてお見舞いを申し上げさせていただきます。本市では、発災直後、18日、記念物資、災害の応援の物資と、そして本市から2名の危機管理室の職員を現地に派遣いたしました。私のデスクのカレンダーですけれども、14日に発災するまでは斜めの線だったのですけれども、×にしてからもう1週間と、1、2、3、4、4日が経ったなと思います。まだまだ道が見えていない状況と聞いておりますけれども、昨日、月曜日に戻ってまいりました片貝君、小林君からもお話を聞いたところでございます。現地、うまかなよかなスタジアムには、たくさんの全国から集まってきている避難物資が積まれている、ただ、その善意を荷さばきによって、各避難所に配送する手間、人的なコントロールがなかなかうまくいっていない様子だという話を聞いてきております。我々としてどういう形で応援していいのか、どういうステージに今、現地が避難物資を求めるニーズがあるのか、いろいろ悩みながらの応援となってきております。そんな中で、月曜日に避難物資を届け、それが翌19日に現地、うまかなよかなに着き、そしてその後は、先ほど申し上げましたように、危機管理室の職員がいろんな情報収集し、そして、県からの要請により、保健師さんの派遣を決めております。そして26日からは、危険度判定の技師、建築技師さんの派遣も行っております。6名の方々がまず第一班として現地に赴いております。これが今後、たくさんの建物が倒壊しておる、あるいは倒壊のリスクがある、あるいは安全なのかを確認しながら業務を行うこととなっておりますけれども、我々とすると、その後もこの調査、危険建物の調査の支援は長く続くものではないかと考えております。合わせまして、今回は建築の技術者の派遣でございましたけれども、河川の擁壁、あるいはブロック塀、そういうその土木的な構築物に対しての危険の判定の要請も来ておると聞いております。合わせて対応していきたいと思います。また、水道局では、全国水道協会、本市は関東における幹事市になっておりますが、全国日水協からの指示があれば、管理者の方で漏水等の、なんていうんですか、漏水を止めるということでしょうか、の部隊を派遣する準備ができております。同様に、消防局の方からも、人員の派遣の準備もできております。義援金の方は18日から始まっておりますが、我々のチャンネルで支援物資等を購入し送るような段取り、そして一般窓口では、前橋の赤十字協会を通じての義援金という形でお預かりを始めております。また各市から市営住宅等の空き部屋提供の申し出が、いろんな形で報道されておりますけれども、本市では、直接大勢の大分、熊本の県民、市民に対して、そのメッセージを送ることがいいことなのか、いろいろ形で考えております。しかしながら、そういうニーズが仮にあるとすれば、前橋市に例えばお嬢さんが嫁いでいる方のお一人暮らしのお母さんやお父さんを引き取る際の受け皿として、
本市においての市営住宅の提供が可能だというメッセージは、今後伝えてまいりたいと思っております。その準備も、市営住宅の方からも確認をしておりますが、そんな大きなニーズはないと思います。しかし、現地に残してきた大分ご両親が心配だというニーズは、前橋市の中にも終わりだと聞いております。現実、私自身も現地から嫁いでまいりましたという方にも何人かお会いしております。そういう現実的なニーズに我々はとどめ、ニーズを満たすことでとどめたいと思っております。以上が今回被災地に向けての我々の対応についてのアクションでございます。また発災後2人の職員行っておりますので、彼らが撮ってきてくださった写真でございますので、もし何かご質問があればお尋ねをいただければありがたいと思います。保健師さんたちも大変であろうと思いますけど、今日の朝出たのかな？いや、保健師さんは、29日から。29日。調査機さんが出たの？はい、今日の朝。いや、昨日出ました。昨日の朝。はい。何か少し嬉しい話を合わせて聞きたいと思い、申し上げたいと思いますが、今回の建築技師の派遣にあたって、危険の判定ですから、倒壊しそうな建物を調査しなくてはならない、大きなリスクのある役割ですけれども、担当課長が逃げる方を自らの意思を確認したところ、すべての職員から手が上がったということです。前橋市の技術職員の志の高さ、公共心の高さ、正義感の高さに、私自身は大変嬉しく思っております。感謝し、任務を遂行されんことを願っております。さて、次の話題は、作太郎記の話題でございます。お届けしてやるとおり、作太郎記、そしてそれに合わせた文学館の諸行事をご報告をさせていただきます。5月14日、作太郎の詩、音楽を舞台にした、メタモルフォーゼというタイトルの作太郎記のイベントを開催をさせていただきたいと思います。今回の新しい館長さんも言葉というものを使った新しい表現としていろいろなアイデアをお持ちだと聞いておりますので、それに合わせて三浦正志先生がいろいろな企画の中で取り組んでいただけることとなりました。ぜひお出かけをいただければと思っています。これと合わせまして文学館では作太郎さんとは少しちょっと離れるのですけれども、大阪冬の陣の陣立て図が発見されました。それを展示をさせていただくこととなりました。名付けまして大阪冬の陣婦人図、そして真田丸と真田兄弟というタイトルの展示を行うこととなります。真田幸村、今幸村って重幸、何て言うんでしたっけ、真田信繁さんの使ったと言われる槍が発見されました。その展示も合わせて行う予定でございます。これらの貴重な資料を展示をさせていただきます。それが4月の29日から5月の10日午前9時から午後17時まで前橋市文学館で行われています。この中で皆様方にぜひお伝えしたいのは、2つの講演会を予定しております。1つは大阪冬の陣と真田信繁というタイトルで、これは現在 NHK で放映されている真田丸の時代考証を行っておられる方、平山勝さんという方のご講演を14時から行う予定でございます。
4月30日の14時、文学館ホールですから、立ちも入れて100人ちょっとでございますけれども、まあ、ぜひこんな機会は珍しいと思いますので、お出かけをいただきたいと思います。特に沼田や、吾妻、今、真田道とおっしゃってるんでしょうか、の方々、あるいは前橋よりでも前橋や学、歴史、学芸員の方々、まあ、いろんな方々にぜひ聞いていただければありがたいと思いますが、先着100席ということでございます。これは事前登録なしの先着ですか。そうすると先着から漏れた方々に対しては何かスピーカーで別席でみたいなことを、はい、ということでございますので、ぜひリアルタイムで平山先生のお話をご聞きいただきたいと思います。前橋文学館からのご提供でありました。合わせまして、大阪冬の陣、夏の陣とのご講演を日本漢詩研究者の石島勇先生、これが5月1日となっております。まあ、これを機会に文学館の方に足をお運びいただきたいと思います。先般、前橋が加盟している桜サミットで、東北宮城県柴田町をお訪れした際に、偶然目を留めたのが白石史跡田んぼ、そこでも真田幸村展をやっておりまして、なんで東北で真田幸村なんだと思っていたら、真田幸村が大阪冬の陣で自らの死を覚悟した際に、幼い娘さんを片倉小十郎さんという白井伊達政宗の武将なんですかね、に預けたと。そしてその子、女の子が成人してこの片倉小十郎さんのお嫁さんになったというお話が書いてありまして、いろんなところで歴史の輪はつながるなと、まあ、思った次第でございます。まあ、前橋の真田もぜひご覧をいただきたいと思います。次は前橋市の町の中の再生の一歩でありますパーク&ライドのお話をさせていただきます。5月10日、いよいよ連休明けに、前橋市、JR 前橋駅、西側におきまして、パーク&ライド用の駐車場が完成することとなりました。ここに小さなものですけど、お配りになっておるでしょうか。D パーキング前橋駅北口駐車場という形で、大和リース株式会社様が、本市の駐車場を有料でお借りいただき、完成をしたところであります。料金は最初20分が無料で、その後は24時間ずっと止めておいても700円ということです。多くの方々が JR 前橋駅をご利用いただくこと、 JR 前橋駅の利用乗降客数が、まあ、これによって増えていくことを私どもは期待しております。これにつきましては、大和リース株式会社群馬支店の田辺様がお見えになっておりますので、何か詳細のご質問があればお話をいただければと思います。次は行財政改革です。前橋では25、6、7の3カ年の行財政改革の取り組みがまとまりましたので発表させていただきたいと思います。まあ、行財政改革というのは誰もができればやりたくない、なかなか自らの事業にメスを入れてコストカットをしていくというのは難しいことでございますけれども、前橋市においてはこの行財政改革をもう数次にわたって行っております。ちょうど今回の行財政改革は、まあ、私自身が直接大いに関わってきた26、5、26、7の3カ年度でございますので、私としても山本龍の皆さんに伝えてきた行財政改革がどの程度進んできたのかというのをお示しするのには、まあ、大きな必要な事業、必要な報告であり、まあ、私なりには皆さんにお伝えるべきものだろうと思います。予定しておりました58の行財政改革プランのうち1プランを
51プランが目標を達成しております。達成度は 88%、 それによって歳入経費の削減でおよそ12億円、そして歳入の確保で25億円、合わせまして37億円の前橋市財政に対する寄与を得たと私は考えております。ご報告をさせていただきます。また詳細はお手元の資料であり、ウェブサイト、YouTube をご覧の方々は、花壇の方に資料一覧の中に、この詳細を報告をさせていただいております。すいません、ちょっとお水をいただきます。今日はバラ、いただいたバラ、紫のバラ、珍しいですね。前橋の生産者の方からいただいたものを飾らせていただきます。紹介が遅くなってしまいましたけれども、そろそろ母の日、父の日、前橋は父の日はバラを贈ろうと今回のマニフェストに書いてあったのですけれども、自分自身がバラもらえるかどうか分かりませんけれども、とにかく飾らせていただきました。さて次は消防局見えておりますけれども、ドクターヘリのランデブーポイントです。なんでそれが必要なのか、しかも大沼の赤城の頂にランデブーポイントを作る意味は何なのか、前回もお伝えてまいりますように、これです。 26.2 分、これが我々が患者さんが連絡をしてから病院に収容する、あるいは医療介入、気管切開であろうとか、あるいは一定の医療介入が起こるまでの時間を中核市ナンバーワンの久留米市の 26.2 分にどれだけ近づけるか、そのさまざまな取り組みの中の一つだから皆さんに私は報告したいと思います。現在は前橋は 29.何分でしたっけね、はい、29.9分だそうですけれども、それでも中核市の中では圧倒的上位ですけれども、この久留米を常に目指していきたいと思います。そこで皆さんにお伝えするのはランデブーポイントを今回、大道公民館において、講習会をし、実施訓練を赤城公園ビジターセンター駐車場で、そのランデブーポイントの訓練を行うこととなりました。実施日は27日、明日でございますね。明日9時30分から12時00まで日赤航空飛行隊のドクターヘリが、大道のそのランデブーポイントに着陸し、そして本市の消防隊消防局の方々との搬送、患者さんの引き継ぎのトレーニングをさせていただくこととなりました。これによって大道地区、黒帯やたくさんの山々に登山の方々が事故あるいは災害等で、怪我を負った際の収容時間が短縮できる、そういう意味で素晴らしい結果を出してくれることだろうと思っておりますので報告をさせていただきます。次は売却でございます。これも報告だけでございますからペーパーを見ていただければと思います。本当にたくさんの方々が売却を利用していただいていることに私は政策効果があったんだろうと思います。2つの言葉を披露させていただきます。利用者の方からこう言われました。この制度ができて、子ども孫に、病院に送って行ってもらったのだけれども、子どもや孫がいなくても、病院に通えるようになったよという利用者の方の言葉、もう一つは中心市街地の商店さんの言葉です。この制度で昔よく来てくれた高齢者の方がこの埋託制度によってまた町の中に戻ってきてもらった、
あ、そういうことを私は聞きました。命を守る医療機械の足として、そして懐かしい中心市街地の回帰の足として、このマイタクが政策効果を大いに上げていただくことを、期待をしております。皆さんもぜひ見守っていただければと考えております。最後は3つパタパタとやりたいと思います。講演会のお知らせです。前橋の景色を変える、これ何ぞやと、何か始めるのかと、私はもう自分愛でビルを建てることはしたくはないと常に言っております。この景色を変えるというのは、公共交通の在り方を研究して、その公共交通によって新しい町の中への回帰の現象、町の中のいろいろなイベントやあるいは集いの場に郊外の方々がアクセスしやすい公共交通環境を作っていく、そのことによって町の見姿が変わっていくんだというストーリーのお話です。今回公共交通の前橋における在り方というものは何ぞやということを議論をさせていただきたいと思います。これはお配りしておりますので、ぜひご覧をいただいと思います。5月23日14時から、商工会議所です。こちらのは300人ほど見えられることができますので、お出かけをいただきたいと思います。またはFacebook 等にもアップしております。そうして便利になった公共交通の中で、町の中のいろいろな集いに市民がアクセスしてくる、そこでこのような、バレエ、この私はバレエよくわかりますが、ザファロワさんということは何かめちゃくちゃ有名な方なんだそうですけれども、ザファロワさん、あるいはこの裏面にありますけれども、たくさんのコンサート、中にはこの渋川ナタリーさんと川沢舞子さんというのは、渋川さんという人はピアニストなのかな、ピアニストで、川沢舞子さんということは東京のなんとかダンサー、スターダストダンサーとダンスクラブという有名なプリマっていうのか、バレエの女性はだそうで、このお二人のコラボだそうです。その他にもいろんなイベントがあることを、我々はもう少し市民に向かって、伝えていかなくてはいけませんねということで、皆さんにお伝えをさせていただきました。さあ、以上で用意している案件は終わりました。よろしいでしょうか。終わりましたですね、はい。もしご質問があれば、それぞれの担当あるいは関わっていただいた民間事業者の方も来ておりますので、ご質問をいただきたいと思います。ありがとうございました。これより質疑に入ります。今月の幹事社であります共同通信の田中さんに進行をお願いいたします。幹事社の共同通信田中です。最初に案件について幹事社より質問させていただきます。資料1にある、本市の対応状況というふうに地震に関してなってますけども、例えばこう前橋市の方で何かこう、震災が起きて見直したところとかもしありましたらお伺いしたいんですけども。それはすごくいいご質問です。今まで僕たちは海洋型のトラフ、海洋トラフを起因とする地震に対しての対応をしてきた。ところが今回活断層における内陸型の地震がこのような大きな被害をもたらすということを、我々はこの熊本で学び、それに対して多動に対応していくのかというのをもう一回再構築していくべきだと思います。決して他山の石とすることなく、本市における状態にフィードバックする。そのために今回お二人の方が発災直後大変リスクの高い中出かけて行っていただいたこと、あるいは保健師の方々、あるいは科学調査の技術者のプロが行く、さまざまな部隊がこれから熊本、大分の支援に向かう、その際にはそういう知識、我々がフィードバックすべき知識をまた持ち帰ってくれる、そう考えております。今おっしゃられるように、これから再構築をしていきたいと思います。ありがとうございます。あと資料2の方のですね、
この下のゴールデンウィーク特別企画展なんですけども、この、牢城の図の方は前橋市在住の方が持っているもので、この槍の方はどなたの、同じ方なのですね。あ、同じ方。同じ方でよろしいわけですね。市民の方。はい。偶然、その屏風図と、あ、ごめんなさい、婦人図と、雪村由来の、雪村さんが使われたと伝えられる槍を、展示、お預かりすることとなりました。お名前は明かせないわけですね。あ、そうですか。名前明かしてるそうです。はい、そういうことでございます。はい、ありがとうございます。あと、最後に、財政計画の方で、これ、ちょっと資料の見方なんですけども、これ、要は未達成のやつというのは、これはどこを見ていけば、進捗が27年が三角のところを見ていけば。はい、まあ、根岸さん、説明されて、こちらでどうぞ。行政管理課長の根岸と申します。資料の未達成の見方でございます。A3 の大きい資料をご覧いただきますと、27年度の欄の右側のところ、三角印がついております。で、その下に、少し小さい字ですが、達成できたものと、それ以外ということで、それぞれ記載してございまして、この三角等を合わせていきますと、未達成のものが7つあるということになってまいります。でそれぞれ、未達成の7つのうちでも実質的に、達成ができなかった、目標を果たせなかったというのが、そのうちの5つございます。で残りの2つにつきましては、実績がまだはっきりと出ていないというところから未達成の2ということで、合計7件というふうにさせていただいております。これですね、横棒が引いてあるところが、はい、ちょっとまだ結果出てないところということですかね。三角ですね。それで横棒は実績を確認中というものがございます。はい、ありがとうございます。幹事社から以上です。各社案件についてありましたらお願いします。上毛新聞前原です。熊本地震の支援の関係で派遣される職員の方、応急危険度判定士と保健士の方の所属を教えていただけますか。わかりますか。所属は保健師の方々は全部健康部の方々です。はい、じゃあ担当者から。保健総務課の加納と申します。よろしくお願いいたします。前橋市につきましてはこの後4月29日から第3版といたしまして2名の保健師が参加いたします。その保健師につきましては、福祉部の保健師が2人でございます。その後第5版5月7日からでございますが、こちらの方にも2名の保健師が前橋市として参加いたしまして、福祉部の保健師が2人でございます。第7版になります。5月15日からやはり2人の保健師を派遣いたしまして、こちらにつきましては健康部の保健師1人と、福祉部の保健師1人が派遣されるということで計6人の派遣が決まっております。以上でございます。建築資料は今建築資料課田代と申します。応急危険度の、判定士の派遣につきまして、都市計画部の建築指導課から1名、都市計画課から1名、区画整理課から1名、市街地整理課から1名、建設部の、建築住宅課から1名、財務部の資産経営課から1名の合計6名となります。ありがとうございます。
東京新聞の川田です。市長は最初の挨拶で市営住宅の受け入れに関して述べられていて、これはそういうふうにお願いしたいという方がもし前橋市内にご両親を呼びたいといらっしゃったときに、そのコンタクト、市に対してどういうふうにコンタクトを取ればいいのかっていうのを、もし市長の中だと。そうですね、今それは住宅、もちろんしゃべるお話ししてくれる、はい、担当者から。建築住宅課の森田と申します。市営住宅の関係なんですけども、まずは今回の災害のですね、緊急入居という形で、いわゆる一時入居的なものが、国土交通省さんの方から出てますので、それに基づきまして、基本的に半年間、で最大延長1年というルールでですね、これは全国的に統一かと思うんですが、こういった形でやらせていただきます。それ以外に、公営住宅ですので、入居基準がございますが、その入居基準を満たした方につきましては、優先的に入居していただくということです。で先ほど申し上げました緊急入居につきましては、5年前の東日本大震災で、緊急入居用にですね、風呂釜ですとかガスコンロですとかそういったものを備えた住宅が約20戸ほどございます。そのうちの10戸ほどにつきましては、即提供可能ということで我々も全部確認をしておりますので、そういったものについてはすぐ入居できる状態になっております。それは建築住宅課の方に電話とかなりすればいいってことですか。はい、建築住宅課の方に電話等で問い合わせていただければ対応させていただく予定です。でそれは無償ではないってことなんですよね。入居条件を満たした方であればその規定の料金を払うってこと。緊急入居の最大1年間の部分につきましては無料で提供させていただきますが、通常入居になった場合には所定の家賃を支払っていただくような形になります。わかりました、ありがとうございます。あと、パーク&ライドの駐車場で、カズさん、今のは一つ付け加えたのは、それが大分や熊本に直接発信されて、彼らが縁もないのに来るということではないのですよ。基本的には前橋、群馬に発信されて、わあ、うちのお母ちゃんがいるんで連れてきたいとか、そういう場合にだけ、本市の場合は抑制したいと思うのです。そうでなければ、なんとなく引き抜いてくるようなことではいけないんではないかと思います。そういうことで、なかなかそういうのが規則として整えられないかもしれませんけれども、そういうものを優先したいなと思っております。はい、親族のその関係性ってどこまでなんですか？なんか、関心とかあるんですか？まだ難しい。緊急入居につきましては、特に資格はございません。あくまでも被災地でですね、り災証明を受けた方であれば、大丈夫です。で、この件につきましては、実は国土交通省さんの方で、全国的な取りまとめをしておりまして、どこの自治体さんの方で、そういった市営住宅、あるいは公営住宅を用意しているかという情報は、直接被災地の方には提供されています。ただ、現時点で、前橋市役所の方に、やはり市長さんが今言ったように、前橋にお住まいの方の親族の方が熊本にいらっしゃることで、数件お問い合わせをいただいてますので、そういった方につきましては、個別に対応させていただきたいと考えています。できればそういうご縁がある方がお見えになる方がいいのではないかと我々は思っております。あ、ごめん、はい、あと D パーキングで、はい、ライオリさんは多分じゃあ作った方がおりますので、はい、じゃあよろしくお願いします。それで質問の内容なんですけれども、この最初の20分無料っていうのは、多分その近く、駅の近くのどっかの施設をこう少し利用したりとか、そういった利用を多分想定されてるのかなと思うんですけども、だよりさんの方で今、そのこの20分間無料にした目的っていうのは、どういうふうな利用を想定して、こういうふうにしてるんでしょうか。はい、こちらはですね、長らく前橋新興公社様が管理されていた駐車、平面駐車場で、その時から20分間、無料になっていました。どういった方のためにということをお伺いしたときに、前橋駅までお迎えに来られる方だとかですね、あるいは送っていく方、そういった方が非常に重宝がられて使っておられたというお話がありましたもので、私たちも同じようにですね、お迎えに来られる方、そういった方が20分で、ここでお迎えされて、そして帰っていけるようにと、そういう配慮から、最初の20分無料ということにいたしました。ありがとうございます。他どうでしょうか。なければ案件以外に、ごめんなさい、私の方が川田さんにもう一個、それで今回いただいている
赤十字社にお渡しする前橋市があの窓口になっている寄付金、まあ、赤十字社にお渡しします。ところが、昨日のように、昨日は文教二丁目自治会の方々が自治会で寄付をいただいたのですけれども、それは前橋市がおやりになる独自の被災者支援のためにお使いくださいということで、危機管理室の方に預かりました。そういうものに対しては、その身寄りを頼って前橋に来られる方々の、まあ、緊急避難のた、まあ、お布団だとか、毛布だとか、まあ、そういうものに対しても使うべきではないのかなと思っております。先ほど申しましたように、まあ、現地では、センターにだいぶの集荷が来ておるということなので、我々が直接的に現地に対しての避難物資の輸送にお金を使う、避難物資の提供にお金を使うよりも、来られる方に使うべきものではないかなと思っております。まあ、様子を見ながら、そういう形で前橋独自にいただいた寄付金については研究していきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。NHK です。3点ほどいいでしょうか、案件内で。まず1点目なんですが、今日危機管理室の方、もし現地に行かれた方いらっしゃってれば、現地の見た感想というかですね、学んだこととか、現地の様子伺えますでしょうか。危機管理室の片貝と申します。よろしくお願いします。ご感想ということをいただきましたので、今回ですね、私どもは、現地にですね、支援物資をお届けするという役割と合わせまして、今これから派遣をするですね、保健師並びにですね、応急危険度判定士、これらのものにですね、現在の状況を情報収集伝えるという役割を担ってやってまいりました。行ってきました。でそんな中でですね、一言で言いますと、現地は本当にひどいという状況なんですが、一番私が思いましたのは、そうですね、いわゆる行政のですね、限界を見てきたという気がします。と申しますのは、ある日突然日常生活が寸断される中でですね、そこから日常の生活に引き戻す、そういうことについてはですね、本当に行政の力というのは、足りないんだなと。いうのをですね、肌も目の当たりにしたというところです。具体的に言いますと、市長にも報告しましたように、いろんな全国からですね、支援物資が届けられる、これに対するですね、受け入れ、そして配送、もっと言うとその管理ですね、こういったものはですね、非常にもう麻痺していたというのが現状です。さらにはですね、市役所にお邪魔しますと、職員はですね、日常業務、もちろん被災しない地域もありますから、日常業務をですね、こなしながら、さらに重ねてですね、いわゆる災害業務を行っているというところで、もう本当に疲労がですね、もう見えてました。そういった中でですね、現地を見る中で一つ感心しましたのは、特にですね、民間の方々、流通系ですとか、そういったですね、業種の方々のですね、対応力、前の東日本大震災からのですね、を踏まえての復興の力というのは素晴らしかったなと思います。と申しますのは、当初ですね、全部閉店していたコンビニだったと思うんですけども、また我々が行っている間にもですね、どんどんですね、開いていきました。もっと言うと、我々はですね、被災地中心地よりも離れたところに宿を取ったんですが、周りのコンビニはですね、貼り紙が棚にしてありまして、被災地優先で物資を届けているので、皆様にはご迷惑をかけますという貼り紙がしてあって、もう被災地に集中的に送っていると。さらにはですね、ガソリンスタンド、これについて我々一番心配したんですけども、ガソリンが入れられないというふうになるとですね、動けないですが、実際ですね、ガソリンスタンドに列をなしているような姿は見られなくて、いつでも入れられるような形でありました。そういったことからですね、前橋に帰って思いましたのは、そういった専門業種の方々とですね、今も前橋締結してますけども、総合応援協定ですね、協定書を結ばせていただいて、有事の際にですね、支援を滞りなくですね、スムーズにですね、受けていくということが大変大事なんだなというふうに感じました。私からは以上です。機関理事の小平と申します。
今回、出向させていただきまして、一番まあ感じたことはですね、やはり先ほどおっしゃったように、行政の行き届かない面をですね、避難されている方、あとはボランティア、もう自主的に集まって、避難所を運営したり、あとはそういった物資の搬送ですとか、積極的に対応している姿にはちょっと感動を覚えました。なかなか皆さん被災されている中にですね、そういった行動を取られる、やはり最後は我々役所の対応力よりも、やはり各個人の、あとは近所の力というのをやはり大切なのだという改めて感じさせていただきました。少し合わせてにはなるんですが、先ほどいろいろお話をいただいたんですけれども、これを受けて何かこう前橋市の危機管理室として対応っていうもので滞りなく支援を締結の関連以外で何か皆さんの中で共有したこととかあれば教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。今一例としてですね、物資の受け入れの関係の協定とかありましたけれども、その他にもですね、実際にちょっと具体的な話になってしまうんですけども、罹災証明今ですね役所で発行してるんですけども、これがですね、罹災証明通常はですね証拠写真をつけるんですね。写真の収集ってものすごいことになって、これはですね今携帯電話で、撮っていただいて、それを窓口でお見せするみたいな形で処理してるそうです。そういったこともですね、今クラウドの環境もありますのでね、そういったところにこうデータが集められたらなとかですね、結構事務的にもですね非常に参考になる現場を見てきました。そういったことを生かしていきたいと考えています。ありがとうございました。あと他の案件に移ってもいいでしょうか。他のやつに移ってもいいでしょうか。ありがとうございます。お二人、あとですね、大和さんじゃなくて行政改革の方でこちらというのはどなたがこの点数付けとかを評価をした、はいはい、幸いに僕じゃないのです。評価した人どうぞ。まあ根岸さんで、そういうことですよね、ということです。あと最後に大和リースさんの駐車場の件なんですけれども、大和さん前橋市の何か特性ですとか、ここを生かして何か皆さんの事業で生かしていきたいところとか強み等々ありましたら最後に伺えますでしょうか。大和リース群馬支店田辺です。前橋市ということでご質疑がありましたですけれども、やはり水と緑と歌の町ということで、私たちが一番力を入れましたのが緑ですね。県庁所在地前橋駅ということもあってですね、県と前橋にふさわしい駐車場という、これが玄関口にふさわしい駐車場というのがコンセプトになっています。中に2階部分にトイレを設けているんですけれども、トイレ自身ももうすべて緑化の中にこうあるような、こういうトイレをしています。それから入り口、ロータリーから見た、絵ですけれども、ちょっとこの、お手元の資料ではまだ緑が育っていませんので見えづらいかとは思うんですけれども、ちょっと小さいんですけれども、イメージとしてはこういうふうに今から緑が育っていくと、こういうような緑化を施しました。はい、あとですね、駅前ということもあって、思いやり駐車場というものを設けまして、女性の子育て世代の女性の方、それから、障害等をお持ちの方、そういった方に対して、通常の、横幅よりも広めのですね、2750の幅を持った、そういう思いやり駐車場というのを1階の、フラットなところに設けています。そういったところが特徴になったところかと思います。難しい点とか、ここを重点的に皆さんで実際に運営されるにあたってやっていきたい点とあれば教えていただけますか。はい、事業としましては、これはやってみなくては分からないということがありまして、何とも言えないところなんですけれども、1年から3年のスパンではこの事業はなかなか厳しいだろうという見立てを持っています。これから市長様もお力を入れている中心市街地、それから駅前の再開発、それがこれから進んでいく過程の中で先行して、いわゆる
先行でですね、私どもとしては駐車場がやっぱりどういう形になるとなっても必要だろうということも感じましたもので、事業として、先に駐車場を先行投資するということを決断しました。あとは周りの皆様のご意見を聞きながらですね、いろいろと展開を図っていきたいと思います。他の案件外とかであればいかがでしょうか。情報新聞前原です、はい。昨日市長はイケアの本社に行かれたと思うんですけども、はい、出店がだいぶ先送りになっていることで市民からもだいぶどうなってるんだろうという声が上がってるんですが、ね、反応はどうでしたか。どうでしょうか。どうでしょうかって、イケアジャパンに伺ってまいりました。なぜならばイケアジャパンが本市の南部拠点開発において広大な浸水予定地を持っておられる、その今後のイケアジャパン社の前橋店出店についてのスケジューリングの確認等に行ってまいりました。その中身につきましてはちょっとまだ私どもも議会への報告前でございますので詳細なことは申し上げられませんが、イケアさんとすると出店の計画に何ら変更はないと、そういうお答えでございました。また詳細はまた議会との打ち合わせ後にさせていただきたいと思います。はい。他案件以外でどうでしょうか。ありがとうございます。よしそうですね、よろしいでしょうか。はい、はい、皆さんどうぞ、またゴールデンウィークあるいはこの夏休み皆さんと一緒に前橋楽しんでいただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい。